地域に貢献できる技術者の育成に役立ててもらおうと、6月20日、県空調衛生設備業協会から松山工業に塩ビの板やパイプを溶接する溶接機などの教育用備品が贈呈されました。この備品を使いまして、高校の実習、授業等に、活用していただいて、充実した高校生活を送っていただきたい。県空調衛生設備業協会の土井仁志会長の挨拶の後、生徒に目録が手渡されました。その後、教育用備品を見学し、生徒によるデモンストレーションが行われました。今後、松高で、実習や授業を通して知識や理解を深め、大学に進学し、教員となってまたものづくりを未来に伝える立場として戻ってきたいと思っています。鋳造の実習でアルミを溶かしていろんな形のものを作ることをしています。これをちょっとみんなで一緒にやっていって技術を高め合っていきたいと思っています。ご自身はこれからものづくりどのように関わっていきたいというふうにお考えでしょうか。はい、機械化の実習でものづくりなどをしていて、そういうものづくりをできる仕事に就きたいと思っています。で、僕は大谷選手に憧れています。で、大谷選手のような世界に通用できるようなものづくりをしていきたいと思っています。真剣な眼差しでものづくりに励む生徒たち、高校生たちのものづくりの情熱にまた一つ炎が灯った贈呈式となりました。